令和5年度の生活支援体制整備事業について説明します。長寿支援課、地域包括支援係の阿部です。1ページをご覧ください。生活支援体制整備事業のうち、まず生活支援コーディネーターの配置について説明します。この取り組みは地域における生活支援、 介護予防に関わる支え合い体制の推進のためボランティア、NPO、支援組織、民間企業など多様な主体によるサービスの体制整備の構築を目的としています。具体的には配置した生活支援コーディネーターが資源開発やネットワーク構築ニーズと取り組みのマッチングに資する業務を行います。人員体制ですが 1> 第一層生活支援コーディネーターを1名、第二層生活支援コーディネーターを16名配置しています令和5年度は第二層生活支援コーディネーターを2名増員し地区数の多い県域においても地域と密接に関係性を築ける体制としました2ページをご覧ください 続いいてて山形市生活お役立ちガイドブックについて説明しますこの冊子は高齢者が家事や買い物をサポートしてもらいたいと感じた時などに活用してもらうため生活支援コーディネーターが把握した社会資源情報をまとめたものです。内容としては家事支援や食材の配達移動スーパーといった買い物に関する情報 雪かきに役立つ情報などを掲載していますこの冊子は公民館、コミュニティセンターなどに設置するほか、地域包括支援センター、民生児童院などに周知しています。また、山形市ホームページにも掲載をしております。なお、令和6年度からは、資源に関する最新情報をデータベースに集約した 多少生活お役立ち情報を見える化システムを構築し市民や支援者が当事者一人一人に合ったサービスを便利に検索できるようにします3ページをご覧ください最後に生活支援体制整備事業のうち協議体の設置について説明しますこの取り組みは地域課題の共有資源の見える化などを行い 目指す地域像の共有、必要な生活支援サービスの創出に向け、創出に向けた方針などの検討を行うものです。第1層協議体では、市全域に関する課題を取り扱い、第2層協議体では、日常生活権益、および地区にて既存の会議を活用しながら課題を取り扱っているところです。このうち第1層協議体については、 山形市高齢者等見守りネットワークに関しこれまでご覧の取り組みを実施したところです以上で、令和5年度の生活支援体制整備事業について説明を終わります居宅介護支援事業所等研修会について長寿支援課・地域包括支援係の山口より説明いたします 山形市では、ケアマネジャー等を対象に研修会を実施しております。今年度は、ご覧の内容で計5回実施しました。多くの方々にご参加いただきありがとうございました。どのテーマも今後に生かしていただきたい大事な内容となっております。今年度は、地域ケア会議から見えた課題を深め、初の試みとして薬剤師との合同研修も実施しました。 来年度はご覧の内容で研修会を予定しておりますので、多くの方のご参加をお願いいたします。また、この他にも、介護支援専門員が対象となる研修を実施予定であり、その一覧を後日お示しする予定ですので、ご自身の向上に役立てられそうな研修を選んでご参加いただければと思います。人生会議、在宅療養について、 長寿支支援援課・地域包括支援係の山口より説明いたします山形市では医療と介護の両方を必要とする状態であっても住み慣れた住まいや地域で安心して自らの意思で望む暮らしができるよう切れ目ない在宅医療と介護の提供体制の構築や地域住民がなるべく早い段階で将来を見据えて備えることなど その重要性を広めております。周知・普及・啓発のため、動画やリーフレットを作成しておりますので、介護事業者の皆様にも、普及・啓発等にご協力くださいますようお願いします。なお、在宅療養については、支援者向けに事例集を用意しておりますので、ご希望の方は、長寿支援課、またはお近くの地域包括支援センターまでお問い合わせください。 そして在宅療養の体制としては、令和5年4月から定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所、24時間在宅ケアステーション敬受園が加わったほか、9月からは米木も定期巡回随時対応型のサービスを開始しています。今後もそれぞれのサービスがつながり合いながら、 住み慣れた住まい等での暮らしを支えていただきますようお願いいたします長寿支援課地域包括支援係佐藤と申します山形市避難行動支援制度について本資料では介護・福祉分野に関連する取り組みとして福祉避難所や高齢者個別避難計画作成モデル事業を紹介しますまず災害時の避難行動については 市が行ういわゆる公助のみでは現実的な避難は難しく、御助や共助といった地域の中での支援が不可欠です。その体制を推進するため、平成26年度より山形市避難行動支援制度を始まっておりますが、制度のさらなる推進のためには、介護・福祉分野との連携が今まで以上に求められているところです。こちらの制度の詳細については説明を拡大しますが、 二次元コードより、市ホームページをご確認いただけますので、ご利用ください。山形市避難行動支援制度と介護・福祉分野との連携において重要となってくるのが、福祉避難所の開設です。山形市の場合、災害が発生し、市の避難所などの一時避難所に避難した際、そこでの生活が難しいと判断された方がいる場合は、市は福祉施設に福祉避難所の開設を要請します。 令和6年2月末現在において、福祉避難所は59施設とな,なっておりますが、まだ少ない状況です。ご協力いただける事業所におかれましては、市防災対策課へお申し出いただき、協定の締結をお願いします。令和5年度の取り組みについて紹介します。令和3年の災害対策基本法の改正により、個別避難計画の作成については、 自治体の努力義務となったことを背景にその実施方法を検証するためのモデル事業を実施しましたので以降で説明しますこのモデル事業の結果を踏まえて令和7年度以降に山形市避難行動要支援者の避難行動支援制度全体計画に定めるすべての避難行動要支援者の個別避難計画の作成を実施します本モデル事業では あらかじめモデル地区を3地地区区定め、地区内に居住する要介護3以上の方を対象とした事業であり担当する居宅介護支援事業所に業務委託する形で実施しました主な取り組み内容としては地域の避難支援等関係者へ情報提供するために用いる避難行動要支援者名簿の提供に同意いただくこと災害発生時の避難行動の目安とする個別避難計画の作成の2点です 1>, 1の実績では、実際に名簿提供の同意確認や個別避難計画の作成までの手順を、丸から丸のように細分化した情報であり、最終的には39名分の同意確認、個別避難計画の作成という結果となりました。1の実績はあくまで数字上の実績ですので、それ以外でも、地区関係者やケアマネージャー等からいただいたご意見を整理した上で、 令和7年度に向けた制度設計や実施方法の見直しを行います。3については、現時点で整理すべき事項の例示となりますので、ご参考ください。令和5年度とそれ以降のスケジュールとなります。令和6年度は事業検証の期間とし、モデル事業は実施せず、令和7年度より事業を開始します。また、事業の実施前に、地域関係者や 関連する事業所に対して、研修会や説明会の開催を検討中ですので、詳細が決まりましたら別途お知らせします。以上、本取り組みについては、現在の制度や実際の取り組みの仕組みを理解する必要があります。今後、様々な機会を捉えて丁寧にご説明したいと考えておりますので、関係者の皆様には、説明・研修の機会への積極的なご参加をお願いします。 指導監査課の古瀬と申します運営指導の指摘事項について説明させていただきます。資料をご覧ください。令和3年度以降の運営指導において、文書または口頭指導等を行った内容について具体的に例示します。1ページから3ページまではサービス種別の共通の事例について、4ページからはサービス種別ごとの事例をまとめています。 ご自身の事業所等が該当する箇所についてご確認いただき、今後の運営の参考にしてください。この場では時間も限られておりますので、1の共通事例のうち抜粋してご説明させていただきます。それでは、ナンバー4の項目をご覧ください。確認された事項としては、重要事項説明書に苦情処理の体制及び手順等が記載されていないという事例です。 重要事項説明書には、苦情を受け付けるための相談窓口の記載のみではなく、苦情処理の体制および手順等の苦情を処理するために講ずる措置の概要の記載も必要ですので、適切に記載をお願いします。続いて、ナンバー6をご覧ください。重要事項説明書に提供するサービスの第三者評価の実施状況についての記載がないという事例です。 重要事項説明書への記載及び掲示が必要なサービス事業所においては適切な対応をお願いします。また、一番左側の米印の次のサービス種別を除くのサービス事業所等は、本来は重要事項説明書への第三者評価の実施状況を記載する必要はありません。ただし、事業所の見やすい場所への掲示は必要ですので、方法としては従来どおり重要事項説明書に第三者評価の実施状況を記載し、 重要事項説明書を掲示するか、もしくは重要事項説明書とは別の書類等に第三者評価の実施状況を記載し、重要事項説明書ではなくそちらを掲示するといった方法が考えられます。どちらにするかは事業所等の判断で結構ですが、安易に重要事項説明書から記載をなくし、掲示していなかったということにならないようお願いします。続いて、ナンバー8をご覧ください。 運営期待に虐待の防止のための措置に関する事項の記載がないという事例です。令和3年度の報酬改定で新たに記載が必要になった項目で、令和6年3月31日までは努力義務ですが、4月1日からは記載が義務となりますので、適切な記載をお願いします。続いて2ページのナンバー11をご覧ください。勤務表で常勤・非常勤の別や兼務関係が明確にされていないという事例です。 勤務表は事業所等ごとおよび原則として月ごとに作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職種ごとの勤務関係等が明確になるようにしてください。また、勤務している従業者については、別に勤務時間の安分が不要と定められている職種を除き、勤務時間を職種ごと安分して記載いただく必要があります。 続いて、ナンバー18から20をご覧ください。令和3年度の報酬改定で規定された項目で、令和6年4月1日より義務化となる事項です。ナンバー18の業務継続計画の策定等は、感染症及び災害にかかる業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施、業務継続計画の見直しを行っていただく必要があります。 ナンバー19の衛生管理等は、感染対策委員会の開催及び従業者への周知、感染症の予防及び蔓延の防止のための指針の整備、感染症の予防及び蔓延の防止のための研修及び訓練を行っていただく必要があります。ナンバー20の虐待の防止は、虐待防止検討委員会の開催及び従業者への周知、虐待の防止のための指針の整備、虐待の防止のための研修の実施、 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の配置を行っています。 続いて3ページのナンバー23をご覧ください。自己発生の防止及び発生時の対応として、自己発生の防止のための指針に必要な項目が盛り込まれていなかったという事例です。指針に必要な項目は右側の備考欄のとおり定められており、すべて盛り込む必要があります。運営指導では特に60の入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針が抜けている場合が多いようです。 事業所の指針に続いて、ナンバー25をご覧ください。身体拘束に関して身体拘束の適正化のための指針に必要な項目が盛り込まれていなかったという事例です。ナンバー23と同様に指針に必要な項目は右側の備考欄のとおり定められておりますので、すべて盛り込まれるよう改めて確認をお願いします。また、ナンバー26について、 身体拘束を行った場合の記録に不足があるという事例ですが事業所においてやむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束の対応及び時間その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむをえない理由を詳細に記録するように 以上、運営指導の指摘事項の説明とさせていただきます。他の項目もご確認いただき、今後の事業所等の運営の参考にしてください。続いて、令和4年度介護サービス事業所等の事故報告について説明させていただきます。資料1ページ目をご覧ください。介護サービス事業所等においてサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村に報告が必要です。報告基準は資料のとおりです。 資料には令和3年1月6日付の山形市通知より一部抜粋して掲載していますので、詳しくは通知をご確認ください。このほか利用者やその家族から苦情が寄せられた場合も報告してください。次に令和4年度の自己報告について説明します。報告件数は前年度の428件から82件減少し、346件となっています。サービス種別 事故種別ごとの件数は表の通りです。2ページをご覧ください。事故の種別としては骨折が最も多く、全体の約6割を占めています。事故の発生場所を見ると、居室・静養室での事故が最も多く、次いで食堂・リビングでの事故が多くなっています。3ページをご覧ください。事故発生時間帯別に見ると、6時から16時までの時間が比較的多くなっています。4ページをご覧ください。 事故の内容とその対応について主なものを載せています。1括弧の死亡事故については、昨年度より件数が増加しており、誤演により死亡に至った事故がありました。また、2の骨折事故については、転倒による骨折が最も多いですが、解除の際に負荷がかかったことによる骨折もありました。最後になりますが、事故報告は事故を記録し、その発生原因を分析することにより、 再発の防止に役立てることが目的です事故を少しでも減らすことができるよう今後も適切な記録と報告を行ってくださるようお願いいたします事故報告についての通知や報告書の様式は山形市ホームページに掲載しておりますので併せてご確認ください指導監査課の秋葉と申します令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る計画書についてお知らせいたします 計画書の提出期限は令和6年4月15日月曜日となっております。計画書は電子メールにより Excel 形式で提出してください。介護給付費算定に係る体制等に関する届け出書、及び介護給付費算定に係る体制状況等一覧表の提出期限については、現時点では国から示されておりませんが、4月、5月について現行の介護職員処遇改善加算、 介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を新規に算定する場合、もしくは前年度と異なる加算区分を算定する場合は4月15日まで。6月から新加算へ移行、または新加算を新規に取得する場合、居宅系サービス事業所は5月15日まで、施設系サービス事業所は6月1日までの提出となる見込みです。 なお、計画書様式は変更となりますので、新様式にて作成してください。介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え方、並びに事務処理手順、及び様式例、及び提出期限等については、正式な通知がありましたら、改めてメールでお知らせします。電子申請届出システムは、厚生労働省が、 介護分野ののの文書負担軽減の取り組みの一環としして整備したシステムです山形市では、電子申請届出システムを利用した申請届出の受付を令和5年2月より開始し、令和5年12月に受付可能な届出の種類を拡大しました。山形市で現在受付可能な申請届出は、総合事業を含むサービス種別の指定、許可、更新申請、再開届出、 廃止、休止届出、指定事態届出となっております。今後、段階的に変更届、加算に関する届、新規申請と運用を広げていく予定ですので、準備が整いましたら別途お知らせします。電子申請届出システムを利用する場合の流れは図に示す通りです。事業所は事前に取得した GbizID で電子申請届出システムにログインします。 GVisID ア,ア,アカウントは事前に取得しておく必要があります。事業所はシステムのメニュー画面から申請届出の種類を選択し、申請届出情報を登録します。画面で必要情報を入力するものと、添付ファイルをアップロードするものがあります。事業所からの申請届出が完了すると、市に申請届出完了通知メールが送信されます。市が申請届出内容を審査し、 受付結果を登録すると、4の受付完了通知、または差し戻し通知メールが事業所に送信されます。差し戻しの場合は、1に戻り、申請届出内容や添付ファイルの修正を行ってください。電子申請届出システムの操作方法や g v i z i d の運用やアカウントの作成につきましては、電子申請届出システム内ヘルプ画面にありますマニュアル等をご覧ください。 なお、電子申請届出システムを利用した申請のほか、これまで通り、書面による申請も受け付けております。がん末期等の方への要介護認定等における取扱いについてお知らせです。認定について、現在の取扱いでは、末期がん等により、 迅速な対応が必要な方からの申請を受けた場合は、支給の案件として対応しております。認定調査は、日程等の調整が済み次第、できるだけ早期に実施しております。自宅での認定調査の場合は、家族の同席や日程等の調整が済み次第、できるだけ早期に実施しております。 申請があったその場で認定調査日を決めております入院中の認定調査の場合病院と相談し対象の方の体調や治療等に支障のない範囲でできるだけ早期に実施しております主治医意見書は支給案件である旨を依頼書に記載した上で依頼しております 多くの医療機関からは、期日内に提出がされておりますが、期日内に提出がない場合には、早期の提出を依頼しております。認定調査の結果と主治医意見書が揃い次第、直近の認定審査会で審査・判定しております。対象の方が、 認定調査の実施前にに亡くなった場合については、介護保険サービスを利用していた場合には認定調査として亡くなる前の状態をケアマネージャー等に聞き取りをして認定審査会で審査判定をしております介護保険サービスの利用がない場合については ケアマネージャー等に申請の取り下げを行うか相談をしておりますお願いしたいことについてです末期がん等により迅速な対応が必要な場合はその旨を必ず介護保険・要介護認定・要支援認定申請書に記載し口頭でもお知らせください 認定調査へ同席する場合は、迅速な認定調整への協力をお願いします。対象の方が亡くなった場合は、介護保険課までご連絡をお願いします。次に、要介護度についてです。現在の取扱いでは、末期癌等と伝えられている場合でも、公平で適正な審査判定を行うために、 認定調査の結果と主治医意見書の記載内容に基づき審査判定を行っております。自立した部分が多い場合などについては、要支援1の判定になることもございます。一次判定で要支援2となった場合は、状態不安定として、2次判定では要介護1になることが想定されております。 お願いいいしたいことについてです対象の方の状態が変わった場合は認定審査会での審査判定前の場合は再調査も検討いたしますので介護保険課までご相談ください令和2年8月7日付末期がん等の方への要介護認定等における取扱いについてお知らせ をご参照ください認定審査会での審査判定後につきましては、区分変更申請をお願いいたします。令和2年8月7日発、末期がん等の方への要介護認定等における取扱いについてのお知らせです。こちらは後ほどご覧ください 末期がん等の方への要介護認定等における取り扱いについていろいろとお願いさせていただきました何かわからないことや気になることがございましたら山形市役所福祉推進部介護保険課認定第1係第2係までお問い合わせいただければと思いますのでよろしくお願いいたします 介護保険課、給付係、いがらです。訪問介護の回数が多いケアプランの届出についてご説明いたします。こちらは平成30年10月からの取り扱いでしたが、再度ご確認お願いいたします。利用者の自立支援、重度化防止や地域資源の 有効活用の観点から訪問介護における生活援助・中心型サービスの利用が基準回数以上のケアプランについて保健所への届け出が必要となります国が定める1月あたりの訪問介護の基準回数は要介護1は27回 要介護2は34回、要介護3は43回、要介護4は38回、要介護5は31回となります。届け出の時期及び期限については、居宅サービス計画を作成した翌月の末日までに届け出でてください。 例えば、3月に作成した場合は、4月末までに提出お願いいたします。提出書類については、スライドまたは資料をご覧ください。訪問介護が規定回数を超える場合の届け出書は、山形市公式ホームページに掲載しておりますので、ご使用ください。 届け出の忘れることないようよろしくお願いいたします。引き続き、令和5年度ケアプラン点検の結果についてご報告いたします。ケアプラン点検とは、ケアプランがケアマネージメントのプロセスを踏まえ、 自立支援に資する適切なケアプランになっているかを基本となる事項を介護支援専門員とともに検証確認しながら介護支援専門員の気づきを促すとともに自立支援に資するケアマネージメントとは何かを追求しその不変化を図り健全なる 給付の実施を支援するために行うものです。山形市では、居宅介護支援事業所の介護支援専門員を対象に、関係書類の点検と面談形式によるヒアリングを行いました。令和5年度は、10事業所55件の点検を行いました。 指摘が多かったものについて、抜粋してご説明いたします。アセスメントについてです。アセスメントは、ケアマネジャーが行う一番重要で専門的な作業です。主な助言としては、アセスメントが必要な箇所のみの把握にとどまっており、本人や 家族の意向に沿った分析まで記載がありませんでした。相手を知るには困りごとの把握以外にもその人の強みや好きなことも把握することが求められます。改善すべき事項として相談内容にケアプラン参照とのみ記載されているものや全体を通して同じ内容が 繰りり返し記載されているものががありアセスメントが不十分なものがありました不十分なアセスメントからは適切な課題や目標は導き出されませんケアマネジメントプロセスは先にアセスメントがありそれを踏まえてケアプランを作成するものですのでケアプラン参照とすると順序がべこべで プランありきのアセスメントになってしまいなってしまうことがありますので。ご注意ください。アセスメントシートは。定められた様式はない帳票です。シートを埋めることが大切なのではなく。ケアプラン作成に活かせるシートにすることが。アセスメントの向上につながると思います。続いて。 1> 第1票、許宅サービス計画書についてです。改善すべき事項については、本人、家族の意向のみで、課題分析の記載がないものがありました。こちらについては、課題分析の結果を記載する様式に、令和3年変更となっておりましたが、旧様式のまま使用していたものもあり、 新しい様式を使用していても、課題分析を行っていないものもありました。課題分析の結果は、事実支援に資するために、解決しなければならない課題が把握できているかを確認するために、様式変更になっています。様式の変更については、厚生労働省からの情報を確認するなど、 常に最新の様式を使用するよう心がけていただきたいと思います。続いて第2表、許宅サービス計画書についてです。主な助言内容については、長期目標、短期目標が抽象的な表現になっており、達成が イメージしにくいものになっておりました利用者や家族に伝わるかもう一度見直してみましょうサービス利用ありきの目標になっておりそのためのプランになっておりました改善すべき事項としては要介護2以上であることだけを理由に特殊寝台や車椅子の利用を 位置づけているものがありました用具の利用については本人のために真に必要なものなのか十分に検討していただきたいと思います続いて第三票週間サービス計画表についてです第三票は週単位 24時間の時間管理を示すことで、ケアチームとしても、他のサービスが週単位でどのように組み込まれているかを把握することができ、それぞれの役割を認識し、連携を図る上で役立ちます。主な助言内容としては、日常生活上の活動の欄に記載がありませんでした。 介護保険サービスのみの記載になっており、医療や家族の支援に関して記載がありませんでした。今年度は、ケアプラン点検の中で、請求について正したこともありました。退院加算の重複請求が判明し、過誤請求の手続きをしてもらった事例。 福祉用具の購入やレンタル・徘徊感知機について解釈が不十分で、給付対象外の商品について請求していたことが判明し、必要書類の提出を求めた事例などがありました。複数名いる居宅では、記載方法や解釈が統一されておらず、ケアプラン作成について振り返る機会が持たれていないこともお聞きしました。 また大部分のプランにセルフケアがありませんでしたアセスメントでお伝えしたとおりその人の強み能力も勘案することでセルフケアにつながると思いますケアプラン作成は普遍的な作業ですこのケアプラン点検を通じ気づきを得るきっかけになりケアマネージメントの質の向上や 利用者にとって、真に必要なサービスの提供につなげるため、引き続き、ご協力のほどお願いいたします。続きまして、介護保険、利用者負担、助成事業についてご説明いたします。このの事業は山形市独自の低所得者対策として 介護を必要とする高齢者に適切なサービス利用を確保し、自立を支援するものです。要件については、収入の状況から、生活保護の被保護者と同等の生活水準であると認められる方、利用料の負担が困難で、サービスの利用を制限せざるを得ないと 認められる方以上のすべてを満たす方が対象となります詳しくは介護保険課給付係へお問い合わせください訪問介護回数が多いケアプランの届け出令和5年度ケアプラン点検の結果介護保険 利用者負担助成事業について説明させていただきました。わからないことがございましたら、山形市福祉推進部、介護保険課、給付係までお問い合わせください。よろしくお願いします。3、閉会。ありがとうございました。これをもちまして、令和5年度、 山形市介護保険サービス事業者等集団指導を終了いたします参加確認票は令和6年4月30日までに指導監査課宛メールでご提出ください動画自体は4月末まで視聴できますので繰り返しご覧いただくこともできますご質問がある場合は参加確認票の質問欄にご記入くださるようお願いします皆様本日はお忙しいところご参加いただき 誠にありがとうございました。